どうも、ゆうさです。はい、14のイベント、雪上の足跡ミッション行きたいと思います。いや、音楽がすごく良くて、この場面、ちょっとシックな音楽なんですけど、ちょっと 2分ぐらい今ずっと聞いてました。いいですね。まあ、レトロな感じの BGM が好きなのはもうもちろん好きなんですけど、いいっすよ、ちょっと聞いてしまう。こういう感じが好きなんです、私。はい。さあ、行きましょうか。まあ、戦闘の曲も楽しみなんですが、まあ、まず行きます。ミンフィリア、イデア、ヤストラ、ヤルヒノ、パパリモっていう感じで、専用結構あるんで、パッパさん以外はあるんで、まあ、多分大丈夫だと思います。特に、炎弱点でイダに必殺があるんで、これが、まあ、いかつく入ってくるかなと思います。よし、行こう。そんなに気にしてないというか、まあ、パパさんは攻撃の方が多分強いんですけど、どちらかというと守備寄り、回復寄りで、唯一ヤシトラ必殺いっぱいあるんですけど、2つあるんですけど、ヤシトラが全体回復っていうのは持ってないんですよ。なので、もうそこは仕方ないので、とりあえず回復寄りで、パパさん回復寄りで、まあゆっくり倒そうと思います。シェルガもいらんかったな。まあ、エーテリアルパルスでもいいんですけど、とりあえずちょっと温存します。一応プロテガシェルが持ってはきたんで、何も持ってこれない状況だったらプロシェルありのエーテリアルパルス使うんですけど、持ってこれたんで、もういいや。はい。まあ、基本はあれっすね、ミンフィリアの超絶入れてからが始まりって感じで思ってます。そんなに焦らずゆっくり行こうかなと。どうせなんかあれが出てくるんでしょ？子分が出てくるっぽいので、その子分を倒していく感じですよね。ゴー。魔力も上がりませんし、まあ正直アルフィノとか全然期待してないです。もうイダだけの火力で行こうと思ってます。ヘイルストーム。はい、どうも。というか、まあもうこの時点で結構ダメージ入っちゃってますね。言ってもなんか全然余裕な感じがしてきたな。ちょっとパパさんも攻撃行こうかな。全然余裕な感じがしてきた。来ましたね、これで一回出てくると。まあ一応防いどこうか。てか倒した方がいいんですよね、多分。これ倒さないと炎攻撃の、威力が上がるっていうことだったと思うんで、まあ、火力を見つつやな。体力とか、余裕で倒せる。メルトンでもしかしたら落ちるかも。これで落ちるかも。弱っ 魔力上がってないとめっちゃ弱い。はい。ヘイストも入れてないですからね、まだ。いや、今回ちょっとゆっくり行こうと思ったんですよ。まあ、理由はいろいろあるんですけど、ちょっとゆっくり行こうと思いまして。ゆっくり行っても大丈夫だろうという。ここで初めて星の声入れます。ターゲティングができない。メルトン、まあ、ちゃんと倒しますよ。ちゃんと倒しましょう。この最も弱い超絶と言われてるね、ヤシトラの超絶、もう確かにめちゃくちゃ微妙です、これ。せめてね、即時行動が2、3回分あればまた違ったと思うんですけど、1回だけなんで、絶妙な感じなんですよね、これ。さあ、これでヘイスト入って、それと同時に多分イダが溜まるんで、ここからが私の出発点という感じになります。イダのゲージが欲しかったんで、まあ、それまでちょっと我慢したって感じですかね。壁を張り直しておこう。
これがダイヤモンドダスト出ました。スイッって言った、音変わった、音変わった。ダイヤモンドダストきっかけで急にロック、いいね。しかしここからはこっちもロックな展開よ。闘魂旋風客、こちらもロックな展開です。オラ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 、イダ覚醒状態、こっから強いですからね、一気に強いから。急にどうしたおい、急にメタル鳴り出したけどどうしたおい。さあエリアルブラスト、まあまあ効いてるからな、これも中途半端なんですよ、品揃え的には。うちのなんていうかな、この14のメンバーって、でもちょっとずつ揃ってきたんですよ。あ、早かった、いやもうこれもっと早く終わるわ、ミンフィリア開幕で打てばよかったもう全然もっと早く終わりますね。はい、まあまあ初見でちょっと守り気味できたけど、もう全く大丈夫でしたね、ラッセラーということで全然大丈夫でした。はい、ビビる必要全くなしということで、はい、OK、とりあえずミッションはこんな感じですかね。はい、まあガチャ引かずともクリア OK でございます。ということで見ていただいてありがとうございました。次はメツプラいきます。